こっちの方が怖い。こっちでちょっとバケダンとかね、結構反応するんでね。ここのが怖いと思うよ。若かるからやっぱりね。こっちの方が全然暗いでしょ、だってさっきとか全然もう雰囲気的に。民家こうないの、こう民家ない。もうここ川が近いから多分民家置かない。はい、としえさんこんばんはね、いらっしゃいね。うん、いらっしゃいと思う。今日ラストでございますね。今日何日だからね、あの3カ所4カ所目、まあ、4カ所目くらいでしょ、こっちの方が。まあトータル5カ所なんだけど、まあ一応4カ所かなって、うん、こっちの方が暗いでしょ、雰囲気的に。人なんかいないよ、だってこう、これだもん、お化けが出そうな雰囲気、オーラあるもん。ここは結構噂があるよ、かなり。暗いでしょ、うん、泣き人みたいなところ。泣き人のがね、どうかな、ちょっと明るあっちの方がなんか、まあ、あっちも暗いけどね、同じぐらいかな。そうだ、車結構通るからね、ここね。 音だけでまあちょっと安心感はあるんだけど、こっちは音も通らないでしょ、速道だから。こっちね、これはもうレーンがあるんですよ、ね、レーンがあるんですよ。うん、すごい。さっき500人いましたね、皆さんね。一時500人いました、久々に。うん、ああ、それもあるかもね。お墓からここ戻ってたのかな。ああ、ご飯だから戻ったのかな。夕飯だと思って。でも多分ここ高いよ、これ管理費高いと思う。めっちゃ高いと思うよ、これ2万円ぐらい取られるんじゃない、年間で。でもあれなのかな、月会費とかあんの。そう、年会費で安いとこは安いからね。酔っ払いねえか。うんうん、あ、フライできました、いつもね。うん、止まってました、温まった。こっち寒いよ。でもこっちの方が数少ないね、やっぱり。寝ないね、さっきのところの風だったけど、こっちはやっぱりあんまり数来ないかな。これ霊園だよ、井戸水だ、これ井戸、井戸、井戸だ、井戸、井戸だ、井戸。音が鳴らないね、夜の霊園。お寺の霊園なんだね。第二墓地って書いてある。食べ、音、お寺高えだろう。お寺高えだろう。お寺高いでしょ、多分お寺は。お寺は高いよ、多分。高い音だ。普通に人影？嘘。マジ？なんかね、気温が全然違うもん。こっちの方が暖かいな。こっちの方が暖かい。さっきよりか寒くない。見てると民家ないでしょ、全く。向こう側はあるんだけど。いや、昔は多分これ土葬、この辺土葬だと思うよ。まあ、今ほら、もう土葬がなくなっちゃってるから、また、その上から墓建ててって感じだよ。多分ね。
ライト消えてるぞ、これ。これ玉切れ？玉切れ？お寺ね、これないの？ないの？お寺の第二霊園だって書いてあったから、すぐそばにお寺あるんじゃないかな、多分、おそらく。で、ここが多分第二なんじゃない、多分。お寺の敷地で。お寺さん高いでしょ、多分。玉切れ、玉切れなのかな、LED。玉切れる ?LED って。はい、山さん、こんばんはね。もうすぐ終わっちゃうけどね。今日ラストでございます。今日ラストでございます。今日はすごかったよ。1個目もちょっとロングで、2個目はだいたい40分やったのかな、40分、50分ね。で、なんかここにあるんですよ。消してる？あ、ただ消してるだけなのかな。これかなんか。なんか火があるんだよね、これだけね。最初が今日ですね、山側だったからね、山から来てね、都心部に戻ってきたけどね、反応ないな。お寺ね、あ、そうなんだ、お寺の、そうなんだ、皆さん。これなんか、なんの日なのかね、なんか仏様いない、なんか、これ仏様じゃないの？仏様いいんだけど。あれ？前置いてあったっけ、こんなの。これ最近置いたんじゃない、これ最近置いたんじゃない、これ前回行った時なかったような感じだけど。デグラシだ。山島なんとか急なんだこれ。難しくてわかんない字が。なんかあったんだよね。ほら、術マリオ。最近だな、これ最近。眠いよ、眠いっす。あと2、漢字、山島？何なのこれ。なんて書いて、難しい字で書いてるか分かんないんだよね。親子って書いてあるよ、なんか。頼朝って書いてある、頼朝。ああ。頼朝って書いてある。ほら。文なんていうの？元年。6月15日、三郎 7歳の、書いて、そこに書いてあって、そこに、上に、頼朝親子って書いてある。頼朝親子って書いてある。対面あり。だから頼朝と対面した、ここになんか、家があったんじゃないの？あ、生まれた子供の絵だを収められたと捨てられてるんだ。あ、伊藤さん、こんばんは。先ほど、いい絵、大丈夫ですよ。そう、頼朝親子。だから、ここに生まれてなんかやったんですよ、だから。頼朝って、でも何年だ。頼朝って1100年ぐらいでしょ。900年以上前だよ。さす
すがに900年前だと分かんねえだろ。あ、ここに書いてあるわ、うん、この地一帯は中世って書いてあるね。ふと、あ、ふと、懐島っていうんだって。懐島と言われて、懐氏王って書いてある、ね、源頼朝の家臣だった大場影吉の支配したところと知られている。鎌倉幕府の関連なので吾妻鏡や、ね、使いだよね、うん、伝承が残ってるんだけど、この日の立つところは翌に江名塚と言われて、次のような話が言われている。身元の側室単語のツバメ、ツバメ身元よりの子供を見ごりますが、先生の北条政子に知られ、この手に身を隠しました。だよ、この北条政子がくせ者なんだな、うん、男の子を産んだんだ。その子は三郎って名付けられた。三郎かな、うん、うん、島津忠人の名乗りって書いてあるね。九州の島津の、あれなんだって。だから島津って名乗ったんだって。だから薩摩ですよ、薩摩藩です、最終的には。だから源頼朝は、だからこの子供は本当は源なんだけど、島津家にこう名前を変えて九州の島津の祖って書いてあるもんね、ほら。だからあれですよ、島津ね、鹿児島ですよ、鹿児島のね、豪徳の子孫と思う。まあ今で言うね、そっち系ですよね、長州藩とね、薩摩藩、薩摩藩。何これ、何これ、なんで忘れていくの。そうだね、だからね、そのね、だから本当子供がだからその身を隠したんでしょ、命狙われちゃうから北条政子に。うん、政子っていうのが、ね、あの北条政子っていうのがくせ者なんだよ。はか900年の前の大体500年ぐらいで霊が消えるって噂があるけどね、本当なのかどうか分かんないけどね。900年前だと骨もないだろうな、多分な、うん、島津だとあれですよ、丸書いて十字架ですよ、家紋がね、バスルームね。そういう感じ、うん、あ、首が痛い。で、ほら、頼朝が落馬したってとこはもう一度先にあるんだけどね、うん、うん、そんな感じだね、うん。そういうことなんですよ、うん。奥深いだから歴史関係で、だからそのなんかほら落ち武者の霊とかね、こもってんだね、忘れ物だよ、それそれやばくない、これこれ、うん、これやばくない、これゼブラだよ、ゼブラ、なんで忘れちゃうの、うん、書いてあるね、うん、この日は近くのお寺が所有してるんだって。あ、だお寺が所有してるんだね、文化財になって、うん、あ、ゆかさんいらっしゃい、ゆかさんね、そう、だからこう綺麗にしてんだろうね、ここをね、うん、なんだろうね、うん、まあでもあれなかったよ、前あれなかったよ、だからお寺さんが多分抜けたんでしょ、多分供養するために。あ、なんか宣告せよ、うん、
黄色だ。触ったらね、確かに。でもね、これこの間までね、まあ、結構、まあ、何年前まではもっと暗かったからね、こうね、正直言うと。いる。ふうふうって女性の声聞こえたらマジで。でもここ結構女性の霊目撃されてんだよね。はい、小部さんこんばんはね、いらっしゃいね、どうもね、お疲れ様、どうもね。あれ、こんなとこあったっけな、この前から。ドキュンか、これですよ、これ。なんか匂いも線香臭いな。線香臭い。そう、一見普通の通りなんだけど、結構ね、あんま交通量ないんだよね、ここね。夜になると特に。で、やっぱ見て、その、池はないね、ここはね。何気にかあんま通らないんだよ。これなんか霊園もなんかでかくなってるね。でかくなってる。なんかすげえ肩痛いんだけどね。静かになってる。そうだね。外側は動くからね、風があるというのは。お寺儲かってんな、これ。金かけてる、金。そう、だからここも昔はもっと暗かったのよ、すごい。もっと暗かった。金かけてる。止めようが行かないよ、疲れてた。ドキドキする。でもね、本当にあっちが行くと分かるけど、もっと暗いよ。さっき撮ったでしょ。日々で映画ね、そうだよね。だからそれだけ亡くなってる人もいるしね。で、ほら、無縁仏になっちゃうとこもあるしね、墓地はね、どうしてもね。ほら、納めないと管理費をね。確か3年連続は納めなかったら多分無縁されちゃうんでしょう。ね、行かねえって言うの、疲れてるって。煽るなよ。もう明日俺朝だもん、早いんだって。無理だって。寝ないと、ほら。いや、眠いんじゃないで、明日ね。俺今介護してるから、親の。一応ね。だから、そんな朝までできないから、行ってもね。そうそうそう。そう言われてもね、なかなか難しいです。それでも今日は結構頑張ったんだよ。目撃しましょう。これキャベツ畑で、前にこの辺でなんか聞こえたんだよね、なんか。そう、
そう、もう2時でしょ。今もう2時だって。寝るのも3時頃だよ、だって。それでもう9時に起きていかないと。あの、でも9時では、いや、まあでも大丈夫かな、11時に行けばいいかなって言った。あやさん、こんばんはね、お疲れ様。もう2時なの？もう2時？ほんともう2時じゃねえか。もう2時じゃねえか。でも、スーツ赤いよ、やっぱりほら。うん。いや、オンエアの介護って、まあ、明日は飯食いに行くだけだから。でも、あんま遅く行っちゃうと混んじゃうから、11時頃行きたいんだよね、できればね。だから、9時に起きて。うん。行かないよ、行かない、行かない。お、音鳴った。何今の音、ドーンって。今なんか音鳴んなかった。うん。え、風か、風か。うん、大変でございました。あしこさん、いらっしゃいね。あ、どうもね、いらっしゃい。猫崎さん、ね、こんばんは。あ、これの音だ。風の音なんだよ、風の音。そう、風の音、風の音。焦った、びっくりした。ちょっとトンネル停滞しますか。なんもないよね。うん、はい、朝日さん、おやすみなさいね。どうもね、ありがとうね、どうもね、遅くまでありがとうございます。そう、頑張ってね、初見で、ん？ごじゃ恥ずかしい、大丈夫だけど、全然気にしないでね、また来てくださいよね。そう、まあ次回多分水曜日、木曜日ぐらいに生ライブやると思うんでね。その次は多分日曜日になっちゃうかな。やっぱ寒い、ここなんでこんな寒いの。ちょっと皆さん見ててくださいね。すいません。